皆さんダメージも気になりますよね。指を挟むのだけは気をつけてください。形状がこのような感じで丸く作られていることが多いです。髪の毛は温まって冷めるときに形がつきますので、ドライヤーの弱風を当てていただいて温めます。初心者の方でも簡単に始められると思います。皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。皆さんは前髪に丸みをつけたいとき、サラサラのストレートヘアを横に流したいとき、コテやストレートアイロンなどを使われると思います。いろいろなアイテムがある中で、髪質やご希望に合わせて最適なアイテムを使っていただけるよう、今回はご紹介をしていきたいと思います。まず最初はストレートアイロン。最近ではストレートにするだけでなく、手首を返したときに丸みを作りやすいように、形状がこのような感じで丸く作られていることが多いです。私は今前髪が少ないのでちょっと参考にならないですが、そのまま挟んで真下に手首を返しながら落としていきます。そうするとこうふっくらした前髪が作りやすくなります。もちろん前髪を横に流したい場合は、真横に入れながら最後流したい方向に抜いていただけると、綺麗なカーブを描いて横に流すことができます。ストレートアイロンはカールの太さが決まっていないので、強いカールにしたい場合は手首をキュッと小さく丸める、大きいカールにしたい場合は手首をぐるんと大きく返せば自由自在っていうのも人気の一つです。また前髪は髪が細かったり癖が強いことが多いです。ただ前髪を丸めたいだけじゃなくて、癖も伸ばしたい方はストレートアイロンでスタイリングすることをおすすめします。次はコテです。コテはもう形状が筒型になっていますので、挟むだけでカールをつけることができます。先ほどのストレートアイロンのように自分でカールを作るのではなくて、挟んでしまえばもうカールがついてしまう状態になりますので、うまく丸めることができないなという方はカールアイロンがおすすめです。結構検索するとコテと呼んだりカールアイロンと呼んだり、皆さんそれぞれ呼び方が違うと思うんですが、どちらも同じことを指します。こういった円柱型のアイロンをコテ、カールアイロンと呼びます。しっかりカールをつけたい方は、中間から毛先を最初に挟まないで自分でこうスルーさせて丸め込んであげるとしっかりしたカールができますし、もし緩やかなカール、このコテの丸み太さよりも緩いカールにしたい場合は、温度を下げたり毛先をギリギリでもう最初から挟み込む余裕を持たせずにサッと入れて抜いてあげるとカールの強さを調整することができます。どうしても前髪って切り立てはちょうどいい長さなので、しっかり巻いてしまうとグッとカールで上がって短くなってしまいます。逆に髪が伸びてくると目にかかって、しっかりカールをつけないと下を向いた時や作業をする時に鬱陶しく感じてしまいますので、温度を上げたりカールの強さを強くするといいと思います。先ほどご紹介したストレートアイロンとコテ、カールアイロンはどうしてもこう中間から挟み込むので、根元の部分のボリューム立ち上がりには不向きです。根元からふんわりボリュームを感じたい方はこういったマジックカーラーを使ってカールをつけるのがおすすめです。マジックテープの片側みたいな形状をしていて、髪の毛をくっつけてカールを作ります。こんな感じでくっつくんです。ただこれだけだと形がつかないので、ドライヤーの弱風を当てていただいて温めます。髪の毛は温まって冷めるときに形がつきますので、すぐに外さないで冷ましてから外してあげると、ふんわりとしたカールをつけることができます。ストレートアイロンやコテ、カールアイロンは火傷の心配がありますが、マジックカーラーはドライヤーの熱を使うだけですし、しっかりおでこに当たっていても熱くなることが少ないので火傷の心配はありません。不器用なのでコテやストレートアイロンちょっと怖いなという方は、マジックカーラーとっても使いやすいです。初心者の方でも簡単に始められると思います。マジックカーラーのように根元からボリュームが欲しい場合は、ブローでカールをつけるのもおすすめです。私はブローで丸みをつけるのは少し慣れが必要かなと感じています。なぜかというと、片手にブラシ、片手にドライヤー、両手が塞がる
分です。なかなか器用だったり慣れていないと最初からうまく前髪カールつけるの難しいんじゃないかなと思うので、お出かけのご予定がある方は何回か夜の間に練習をしておくといいと思います。今はいろいろなブラシが販売されていますが、こちらは電マンブラシと言います。短い前髪でも反対側が平らになっているので、おでこにしっかり当てた状態でカールをつけることができます。ただフラットなブラシの形状をしているので、ストレートアイロンのように自分で手首を返してカールをつける必要があります。もう一つはロールブラシアイロン。これはコテやカールアイロンと同じ円柱型、筒型になっていますので、前髪が短いとちょっとこうここにボリューム、おでこに当たった時にブラシの刃が当たってしまいますので、ある程度の長さがないとカールをつけづらいのですが、使い慣れていただくともう形状が丸い状態なので簡単にスタイリングすることができます。髪の毛は熱を加えるとツヤが出ます。ブラシを使ってブローをしたり、コテやストレートアイロンでカールをつけてもスルッとしたような綺麗な仕上がりになるんですが、皆さんダメージも気になりますよね。やはりストレートアイロンやコテは温度が高くなりやすいので、毎日使っているとカラーの色落ちやダメージが進行しやすくなります。マジックカーラーやブラシでのブローの方がドライヤーの熱なので温度は若干低くなります。ただ雨の日にカールを1日キープしたいとなると、ブローやマジックカーラーでは弱いと思います。熱をしっかり加えて丸みをつけていた方が長持ちしやすいです。トータルで考えた結果、私はストレートアイロンをおすすめします。コテだとおでこに当たった時にやけどしますが、ストレートアイロンは熱くなるプレートが内側にあるので直接肌に当たることはありません。指を挟むのだけは気をつけてください。髪質によっては癖を伸ばしながら丸みをつけることもできますし、何よりもカールの太さ、大きさが固定されないので自由自在、今日は強めにしようかな、今日は弱めにしようかなと調整ができるのもいいと思います。今日は美容アイテムによって前髪の丸みをつけたり横に流したりすることでどのような違いがあるのかご紹介させていただきました。これから新しくブラシを購入してみようかな、ストレートアイロンにしようかな、コテにしようかなと悩んでいる方はぜひご参考いただけると嬉しいです。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録がまだの方はよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。